かすみさんの秘密って何なんだろう。秘密なんて言ってたけど、話したそうだったな。次のお泊り会の時に聞いてあげないとね。でも、秘密の武器か。ちょっと羨ましいかも。私の武器は一つ、演じることだけだから。だけど、演じるしかない。演じたいしか私にはないんだって思ったんだもの。ねえねえ、しずこはなんでスクールアイドル同好会に入ったの？しずこ？しずく、だから、しずこ。かわいいでしょ？かわいいのかな？しずくでもしずこでも3文字だから、しずくのままでも。かわいいの。それにかすみ、お友達にはニックネームをつけるって決めてるんだ。よろしくね、しずこ。うん、よろしくね、かすみさん。あと、私が同好会に入った理由はね、スクールアイドルの人を引きつける魅力の秘密を知りたいからだよ。それが分かれば、私のお芝居はもっと素敵なものになると思うんだ。お芝居？ドラマみたいな？うん。ドラマも映画も舞台も全部。私、将来は女優になりたいの。スクールアイドルはそのための。二人とも、せつなちゃんが今から一曲通してやってみてくれるって。早く来ないと始まっちゃうよ。どうでしょうか。すごく素敵だったよ、せつなちゃん。せつなちゃんのダンス、いつ見てもフレフレ。私たちもこのダンス踊れるようにならなきゃね。今はお試しなので一人でやりましたが、皆さんとやる時のフォーメーションはもう考えてあるんです。かすみさんとしずくさんという期待の新人が入りましたし、全員が主役になれるようなフォーメーションを考えました。うぃー、かなたちゃん踊れるかな。私も頑張らなきゃ。聞いた、しずこ、かすみんたち期待の新人だって。せつな先輩のパフォーマンスちょっとすごすぎだけど、かすみんたちも頑張ろうね。あれ、しずこ？あ、ごめん、なに？どうしたの？ぼーっとして。せつなさんのパフォーマンス見たら、なんだか動けなくなっちゃった。しずくちゃん、リラックスだよ。確かにせつなちゃんはすごいけど、かなたちゃんたちの頼もしい仲間なんだから。はい。確かに頼もしいです。身近にこんなすごい人がいるなんて。さっきのパフォーマンス、一瞬で目を奪われました。あれは、歌い出しの腕の振りが視線を誘導してるからなんでしょうか？ううん。それとももっと前の振り向き？あ、ダメ、わからない。せつなさん、今の、もう一度やってもらえませんか？動画で撮らせてほしいんです。そして研究したいんです。そう、私には演じたいしかない。せつなさんのパフォーマンスは圧巻だった。演劇のためにスクールアイドルをしたいなんて言ってたら届かないくらい。全てをかけなきゃ隣に並ぶこともできないんじゃないかって感じた。それでもせつなさんを超えるようなスクールアイドルを演じてみたいって。
っていう欲求が勝っちゃったんだよね。私は、刹那さんを超えるスクールアイドルを演じたい。やっぱり、私にはそれしかない。私の武器は、一つでいいの。おはようございます、先輩。なんだか早く目が覚めてしまって。大丈夫です。それより、ちょっとだけ話を聞いてもらえませんか？先輩が言っていた、どうしてスクールアイドルに夢中になったのか、なんですが、昨日思い出したことがあったんです。同好会に入りたてで、まだグループでの活動をしていた頃、刹那さんのソロのパフォーマンスを見せてもらいました。その時、私はいつか刹那さんを超えるスクールアイドルを演じてみたいって思ったんです。演じるということはフェイクかもしれません。ですが、私が目指すのは演技のその先にあるもの。演じる人物そのものになって、その人生を生きること。最高のスクールアイドルを演じる私は、最高のスクールアイドルとして生きているということなんです。先輩、私の原点、そして力の源は、やっぱり演じたいという気持ちです。これが、スクールアイドル大阪雫です。こんな私のままでも、応援してくれますか？